はい皆さんこんにちはレクセンに講師の森山ですえ本日は私のクラスの合格者の方に来ていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします自己紹介お願いしますはい鈴木さとこと申します令和2年度の司法書士試験に合格いたしました はい何回で受かりました、はい、本気受験では二回です。二回ですね。一、はい、回目の方で惜しい成績だったんですけれども二、はい、回目の方で見事合格といった形ですね。はい、いろいろ聞いていきたいと思います。はい、でコスタをしながらあ合格をされてますからそのあたり、えー、参考になるかなと思いますので、えー、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。でまずなんでこう司法書士の勉強を始めようと思ったんですか。あはいあ、はい、えっ、ー、と前職であの入管業務に関連したような仕事をしていてはい、はい、まあとても好きな仕事だったんですけど。えー うん、ちょっと家庭の事情でやめざるをえなくなってちょっと悔しい思いがあったので、うん、まあ行政書士をまず取って、はい、であの入管業務を独立してやろうと思って、うん、まず行政書士を取りました。行政書士取った、はいはい、でそしたらちょっと法律の勉強が初めてだったんですけど、えー、すごく面白くなってしまって結果的に司法書士を取るということになりました。ね、何がが面白かでですす、はい、民法がすごく好きで、うん こうなんかわからないけどなんか全然わからないけど、うん、もう面白いっていうのがもう最初からあって、うんうん、で不思議とこう。 のめり込んでいった感じで、あそうなんですね。はい、大学とかは別に法律をやってたわけではなくて、あはいあ、はい、全然<ー>はい心理学部でした。心理学部はいでその後、はい、法律の方を目ざ目覚めて司法、はいえー、書士を始めたということですね。はいはいで司法書士始めようと思ってまあいろんな勉強があると思うんですけれども、おれくの方にまあ私のクラスの方に来てくれたんですが、はい、独学とか予備校とかそういうのは悩、ね、みませんでした？あえっ、ー、ともう独学っていう選択肢は。 全く考えていなくて、ええ、全くその法律っていうものを知らなかったのと、うん、その行政書士も司法書士も区別がついていないぐらいだったので、ええ、まああの最初から予備校さんにお世話になろうと思って、うん、いくつか下見をして、ええ、でレックさんにしましたレック何が良かったですか、はい、えっとですねあのまあ最初雰囲気が良かったっていうのと、うん、あの勉強以外のことでちょっとあんまり悩みたくなかったので、ええ あの教材がしっかりしているかっていうこととまあ大手なのでいろんなその設備面とかそのウェブフォローが充実しているとか、うん、そういった点でまあ間違いないだろうっていうことで、えーはい、選びました新宿のね生クラスの方に通っていただきましたけれども、はいはい、まあ眺めもいいし、はい、そうなんでですすよよいいとこですよね、はい、高いところが好きなのではい。はい で、通信と通学もあると思うんですけれども、はいまあ、通学の方を選んでいただいたのはどういういことと、ですか、はい、えー、とまあ、初学、最初はあの初学者で何も分からなかったのでちょっとした気になることでもすぐ聞けるような環境がいいなと思って、えー、通学を、はい、選びました。実際通学ってどうでしたか、はい、なかなか毎週毎週決まった時間に来るというのは大変じゃなかったですか。はいはいあ そうですね、まあそうまあ、例えば前日に子供がこが熱を出して、うん、夜中私が寝られなかったとかそういった時はちょっと大変だなと思った時もあるんですけど、えー、まあ普段そのずっと子供とあと私パートもしていたので、えー、まあそういう忙しい日々を送る中でその日曜日、うん、あの予備校に通って勉強ができるっていうのは、えー、なんかこう自分の時間を持てるっていうかいい意味での気分転換にもなりました。うん そうですね育児やって勉強も家でやってっって家にこう閉じこもることになりますからねそうするとやっぱり勉強はこう新宿の方来てやるってことでメリリハもついた感じですかねあと多分こうお友達というかライバルというかそういう仲間もできましたよね。できましたはいあのいつも楽しそうにしてるのを見てましたけどいつも一生懸命講義を聞いてこの前の方でね一生懸命聞いてくれてるんでまああの受かるかなとは思ってましたけども。はい そっか、はい、楽しかったです。はい、<laughs> で、実際通って、講義の方ってどうでしたう、はい、難しかったですか。難しかったですね。はい、あの。まあ、民法は、あの、行政書士でも、ちょっとやって、うんええ、あの、好きだったので。まあ、初めて触れるね、ね、ね、当権とかは、やっぱり、ちょっと、わからなかったんですけど。ええええ 民法は嫌いじゃなかったんですが、その不動産登記法以降がもうずっとわからなかったですね。うん、ああ、わか,、はい、からない。わからないっていうか、うん、難しいなと思ってました。なるほど。はい。やっぱり難しいですよね。はい。で、それをクリアした先に合格があるって感じですかね。はい。うん。で、講義の方の聞き方のポイントとかってあります。はい、今、あの教材の方も持ってきていただいたんですけれども。はい、こちらですね。あの、はい、いろいろ書き込みがありますけれども、これ講義の。 聞きながら書き込んだ感じですかね。あ、そうですね。マーカーはあの、ええ、先生があのチェックしてくださいっておっしゃったところの箇所ですね。ええ、はい。で、はい、メモは授業中に先生のコメントを書いてました。あ,あ、なるほど。はい、で、講義の方はちゃんと集中してこう聞いていたって感じですかね。はいはい、はい。で、復習の方ってどのようにやりました？はい、復習はですね、あええ、まあ講義終わって 私はちょっと平日がすごく忙しくて日曜日のみ講義に通っていたんですが講義が終わったすぐ後から復習を始めてまずちょっと携帯司法書士っていう補助教材のいあでその日に習った範囲を確認をしてその後ですね一回テキストを読んで。はい それから過去問を、あの空いている時間にやるっていう流れで復習してました。まず携帯収集したら。はい。で、これに覚えることが書いてありますから。らそれを一生懸命覚えたって感じですかね。はい、そうですね。こんな感じでいろんなメモもあって、やっぱり使い込んでますね。はい、合格者の方、みんなこう使い込んでくれるんですけど。はい。色々書き込みもあって。これ、表なんかも貼って、あのこれ、これ講義ノートです、ね。あ、そうですね。はい、先生の。えー、はい。ありがとうございます。 えっと日付なんかも書いてありますけど、やっぱり何回も繰り返して、あやりました。はい。最後の方はもう日付も書かなくて、あなるほど。書かないぐらい、書かないぐらいガーッと見てたんですけど。はい。合格報告会でもあの本試験直前に何回も何回もこう携帯しょしょし繰り返したみたいな話をされてましたよね。はい、そうですね。はい。やっぱり繰り返して覚えて、それで頭に入るって感じですかね。そうですね。特にマイナー科目は結構。 その傾向があったかなと。あ,あ、なると記憶しなければいけないことも、意識よくしていれば取れるって形ですね。はい、そうですね。はい。はい、あの、育児との。はい。まあ、あの、金合いということではありますけれども、時間、勉強時間とか取れました。はい、勉強時間はですね。ええ。まあ、あの、まあ、もちろん専業の方に、あ、ええ、専業の方に比べたら。 だいぶ少なかったと思うんですけど、うん、まあ平日はあの座って勉強できる時間はやっぱり多くて3時間ぐらいですね。うん、他の時間家事をしなでですか、はい、あそうですねあの、まあ、朝結構早く4時ぐらいに起きるので、えー、まあそこから1時間とか1時間半ぐらい一日の家事をバッと終わらすんですけど、うんうん、その間に講義の録音をずっと聞いて。 まあ、過去にき、過去の講義の録音なんかも聞いて。その知識がこう遠ざかっていくのを、ちょっとでも防止しようと思って。ああ、なるほど。もう講義だけでも聞こうという感じ。ですねそうですね。はい。で、夜は早く寝るんですか。夜は九時台に寝ます。寝かしつけとか。あ、もう子供と一緒に寝てしまって。はい。よく育児やってる方がもう寝かしつけをしてると、一緒に寝ちゃうんですみたいな。相談がありますけども、寝ちゃえばいい。んでもう寝ちゃいますね。はい。はい。ちょっと今日写真も。 持ってきていただきましたけども、はい、宿泊会の時の写真ですねあの可愛い,い子で、はいえー、今何歳ですか今六歳になりました勉強始めた時は何歳ぐらいですか、はい、始めた時はもう三歳の誕生日のちょうど前後ぐらいでなかなか大変でしたよね、はい、そうですねあの最初の方が大変でだんだんこう楽になっていった感じです、えー、あ、そうなんですねはいはいそか。で、まあ寝かしつけしながら寝ちゃってもう一 家族より先起きて勉強時間を確保すると。ね、はい。そうするとトータルでやっぱり勉強時間をそうやって確保しつつ、まあ講義にはついてこられたって形になりますかね。はい、まあなんとか最低限の復習をしながら、うん、はい、はい、通えました。はい。はい、で直前期になると今度どんな勉強にしました？はい、えー、っと直前期はですね、うん、あのまあ一日のルーティンを一応決めていて、うん、あのまあ記述の演習を一問はい、はい、あの必ず得っていうのと。えー ええ、携帯司法書士を見返す時間と、あとは過去問の演習。の時間を決めて、もうそれは毎日こう繰り返して。で途中でまあ、答練とか模試の日があるっていう感じで。なるほど。やっていきました。自分の勉強は自分の勉強でしっかりやって、答練模試は答練模試で。やる二本立てっていう感じですかね。はい、そうです。答練模試の復習とかって、どれぐらいされました。答練模試はですね。一日ぐらいかけるかかけないかぐらいで、まあ。 あの基本的なところで間違えたところを主に。あのチェックしてテキストに戻って、うん、っていう感じの復習でした。はい,はい。はい、あそれ私もよく講義で言ってますもんね。そうです。その通りにやりました。うん、あ,ありがとうございます。答、はい、練をやっぱり。復習しすぎると自分の勉強の時間なくなるんですからね。はい、そうなで,でそこで覚えていかなければいけないのに、こう答練で。死を末節なところを覚えて時間がなくなってしまうってこともありますからね。はい。あそうそう。で、それ講義の。 一年、えー、その基礎講義の一番最後のところでお話をすることなんですが、そのあの勉強の仕方みたいなのを全部講義の,、はい、あのテキストにメモしてくれて、はい、これを忠実に守ってくれたということですね。はいはい、そうですね、はいはい。ありがとうございます。これ何回も見てくれたって話してましたよね。はい、はい、はい。でそのようにまあ直前期を過ごしてトレンとかもしの成績ってどうですか。はいはい、えー、っとですね、一、えー、年目はもうあんまり良くなくて。うんうん C 判定が1回あったかどうかぐらいだったんですけど 2>,、ええええ、2年目もですね最後の模試の1回目まで C 判定で、うんええ、その次。 がこう A で A 判定 A 判定でまあ本試験に突入したっていう感じで最後に伸びた感じですそうですねギリギリはいあとは当連とか模擬テストで成績悪くてもやっぱり諦めないってことが大事ですねはそうですね模擬テストの本番もやっぱりちょっと違うところはありますよねあそうですねやっぱり本番で取れればいいいいって感じですからねはいはいありがとうございますで一年目のまあ二年目もそうですけど今年本試験のこの実際のこう実物をこう持ってきてくれましたねはいはい。 で本番でこう解くときに気をつけたことってあります。まあこう合格者の方が、はい、これ画面見てる方もですね。はいえー、こう解くこう問題冊子とかまあ見ることないと思いますけど、これは解いてるわけですよね。はい、ケアレスミスがないようにこういろいろメモして。あ、そうですね。はい。はい、まああの。 やはり他の方もあの、えー、結構その正しいものを選べとか、えー、誤っているものを選べっていうのをその逆のものを選んでしまうっていうことをおっしゃっていた合格者の方がいらっしゃったのでそれを間違えないようにその、えー、選択肢の横にバツ足を選ぶっていうのを記入したりとかはいはい、はい、あここですねそうですねそうするとこのバツが書いてあるからバツを選べばいいということですね。はい あとは先生があのテクニックの本に書いてらっしゃった、下から。あの尾の足から見ていくっていうのも。はい、あの科目によるんですけど。はい、不動産登記法とかは。はい、その方法でやりました。テクニックの方も見ていただいて、少しでもこ時間を早く解くやり方を身につけていったということですね。で、これ記述ですね。なんか、いろんな色でマークされてますけど、なんか意味はあるんですか、これ。えっとですね、その。 まあ赤がですね、ええ、あピンクがあの頭に入れておかないといけないこと、ええ、であの私土地をあのひし形で囲んで、ええ、建物を三角で囲むっていう記号を決めていたのと、ええ、あとはですねあの回答用紙に各、ええ、反映しないといけないことは、ええ、あの緑でマークするようにしていて,て添付書類とか。うん、はい わかるようにしていたということですね。はい、そうですね。あの、よく、森山先生が講義の中で。えー、あの、まあ、商業登記のテキストなんかで、えー、あの、添付書類のところはもう決まった色で塗ってください。はいはい、で、それを、まあ、本試験でも、そのまま使ってくださいっていうことをおっしゃっていたので。えーはい、はい、そのまま、やりました。ありがとうございます。はい。あ、これですよね。はい。そう。あの、普段の講義から添付書類の色を決めてるんですよ。で、その添付書類の色を本番で使って。これをそのまま移せば、添付書類になるっていう形ですもんね。商業登記の場合には、この。 うんまあ別紙から探せば大体店舗に見つかりますからそのテクニックを講義で教えてますけれどもちゃんと利用してくれていたということですね。トランクス用紙もそれほどは使ってない感じですかね。そうですね。はい。これも使うと時間かかるからなるべく使わないでくださいって話はしてますから。はい。そうですね。はい。ちょっと守ってくれて。はい。あの役員は全部そこに書いて。役員変更はそこからそのまま回答用紙に移してました。はい。これぐらいでまあ十分ってことですね。はい。ありがとうございます。 で話を聞いたところあの1回目の試験はあ惜しくも不合格だったわけですけれども、はい、そのどうやれば1回目の試験で受かったかなっていう感じあります1年目はですね、うんまあ、もちろんその理解力とかそのテキストを読む回数とかが十分でなかったっていう部分もあるんですけど私の,その限られたその勉強時間内で、ええ、あの時間配分をもうちょっと考えればよかったなっていうのは。 思うことがあって、ええでまあ、中でもちょっと過去問の,あの演習量が自分にとっては多すぎたのかなっていうことは今振り返ってみて思います。過去問たたくさんやってましたあでもね10年分ぐらいではあるんですけど何、うんまあ、て言うんですかね過去問を解いてその解くことにこうなんですか一生懸命になってしまってテキストに戻って確認するっていう、うん、その。 定着とか暗記の部分までをその演習の延長線上でできなかったので、うん、うんちょっと使える知識にあの本試験までにはなっていなかったあなるほど、はいど過去もで時間割かりすぎちゃったということもあるんですそ,うそうですねでいですよく私も言ってるんですけども、うん、携帯用集紙7年分ぐらいの過去も入ってますから。 あの過去問やりすぎて時間取れないぐらいなら本当にこう縮めてくださいって話はしてますね。うんはい、はい、そうですね。うん、あの携帯司法試験は結構網羅性があるので、えーえー、あのそこに載っている過去問をやって、えー、テキストに戻ってだけでももしかしたら良かったのかもしれないなっていうのは思います。えーうん、あ、なるほど。はい。そうだから過去問やるときにいつもバームクーヘンみたいにまず五年分、はいうん、で時間があれば五年分みたいな感じでやれば十分ですよって話はよくしてますけどね。はい。はい、ありがとうございます。はい。 はい、あと、まあ、育児をしながらということですけどご家族のご協力とかってありましたはい、えー、そうですねあのうちはあの3人家族で、えー、あの夫があの飲食業をしてるんですけれども日曜祝日は休みっていうあのところなので日祝は子どもをあの見てもらって、えーうん、でその日は1日自習室にこもって勉強するっていう体制が取れたので。うんうん、はい まあそういう協力はすごくしてもらったと思います。あ、それで日曜日通学ができたってことですね。はい、あ、そうですね。はい。はい、飲食店は今大変じゃないですか。大変ですね。えー、はい。もう、うん、はい。結構あの緊急事態宣言春出た時は、えーうん、もう子供も休校になり、今年から小今年から小学校だったので、はい。休校になってあの主人の会社も休みになって、うん、はいっていうのでまああの。 収入はやっぱり、あの収入面では苦労はあったんですけど。うん、まあ、子供と、あの主人で過ごしてもらってる間に、私が勉強してっていう感じで。うん、なるほど。はい、やりました。でも、絶対今年受かるって気持ちでしたね。あ、うん、そうですね。もう今年は。うん、今年が最後かなと、受かっても落ちても、思ってはいました。うん、なるほど。はい。もう、その絶対受かるって覚悟がやっぱり大事ですね。はい、そうかもしれないですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。 でこれかからどんなにななにろうかなってて考えてますす、はい、資格をどのようううにかかそそなって、はい、そうですねまずはあの私一回キャリアがあのやっぱり子育てとかで中断してしまってるのでまずは自分の,そのキャリアをまた復活させて、うん、あのしっかり働いていきたいっていうことと、はい、あとはまあ全くの未経験なので、うん、あのいろいろ挑戦してみないとちょっとわからない部分はあるんですけど、うん、まあ前職の関係とかでその商業登記の部分は結構興味が。 はいはい、あったりするので、あの、そういったことも手がけていきたいです。その入管の業務とかで、結構、その登記も見たりしました、はいはい。あ、あの、結構外国の会社の登記簿とか、うんうん、あの、なですか、会社の設立の書類とか。は見たことがあって、えー、その時は何だろうと思ってたんですけど。えー、はい。まあ、英語もできるんですね。あ、そうですね。はい。で、<laughs> <laughs> それも活かしてね。はい、本当に少書して、いろんなものと組み合わさりますからね。そうですね。うん、はい。 自自分独自のご仕事ができるかなと思いますも子育てをしながら本当にこう両立といろいろ苦労しながらこう勉強されている方も受験生の中かいると思うんですけれども、はい、アドバイスとかかいただけますか、はい、アドバイスはですねあの、まあ、皆さんいろんな事情があるっていうことを、えー、まあこの受験勉強を通してあの知ることがあったんですけど、うん、まあ自分と人を比べない。うん っていうことはすごくこう精神的な安定のために大事かなと思います。うん、人と比べない。人と比べない。まあ特にあの県業の受験生の方だったら、うん、専業の方と比べないその時間のそうですね。うん、はい。とかまあ子育て中の方だったら、うん、もう独身で自分の時間をすごく使える人と比べないとか、うんうん、はい。まあそういうことですね。自分のできることをできる範囲でやるということですね、はい。そうですね。 その生活の兼ね合いもありますからあまりこう、うん、無理をしすぎることもなかかった感じでそうですすねねそううも無理をしてこう、うん、勉強できない期間があの<ー>できてしまうっていうことが結構あのまずいなというふうに思っていたので、ええ、もう勉強できない時はできないで、うん、割り切って。 あの子供と一日過ごす日が必ず週に一回あったのであそうなんですかはいあの土曜日はあの主人が仕事で、うん、あの子供も家にいてっていう日だったので、うん、もうその日は全く勉強もうできないのでもうしない日って決めて、うん、なるほどはいよく。 子供がいてなかなか勉強時間取れないっていう相談もありますけど。うん、その遊ぶ日とかも決めて、その日は勉強のことを忘れちゃうといいんですかね、はい。もうその方がいいと思います。ね、精神的にいいです。でその分、勉強できるときに頑張ろうって形ですかね。はいうん、そうですね。はい、はい。ありがとうございます。はい、じゃ、えー、今日は鈴木さんの方にいろいろお話をお聞きいたしました。はいえー、ぜひ、皆さんも頑張って合格していただければと思います。えー、本日はありがとうございました。ありがとうございました。